シンデレラ4。アムロの復帰にエウーゴの士気は上がるが、当のアムロはまだ空へ上がる気概は持てずにいた。空に上がる気にはなれないのか。あの無重力地帯の感覚は怖い。ララーと会うのが怖いのだろう。空に上がったらまた会ってしまうのではないかと怖がっている。いや、生きている間に生きている人間がしなければならないことがある。それを行うことが死んだ者への手向けだ。喋るな。ララーの存在が未だに、そしてこれからもアムロとクワトロ・シャアの間に深い溝を作り出していた。アムロたちの協力を得て、カミーユらは空へ戻ろうとする。しかしティターンズの攻撃は激しく、かろうじてクワトロのみ空へ上がったが、カミーユはアムロと共に地球に残ることになってしまった。アウドムラは補給のために香港へ向かう。そこでカミーユはティターンズの強化人間の少女フォー・ムラサメと運命的な出会いをする。カミーユ、優しい名前ね。自分の名前嫌いなの？顔に書いてあるわ。そうかな。私の名前好き？好きだよ。私は嫌いよ。施設で4番目だから。フォー、ナンバーフォー。私ね、記憶がないの。探してるんだ。思い出なんてこれからいくらでも作れるさ。何がおかしいの？君は敵。大人の都合なんだよな、それ。そう、連邦もエウーゴも同じなのにね。ユニフォームが違うだけで。突然の爆発音にカミーユたちが振り向くと、異様な巨影が香港の街を蹂躙していた。その姿を見た途端、フォーの態度が急変する。違うのは制服だけじゃない。約束も守れない連中なんだ。フォー、一緒にアウドムラに行こう。あそこに私の記憶がある。孤独は嫌。分からないでしょ。フォー、待ってくれ。フォー、フォは。何？ビームのバリアがあるのか。こんなものか、ガンダムマーク2。消えろ。フォー、
なのか。思い出なんか消えてしまえ。消えろ。戦況が良くないらしい。待てよ。港のアウド村でシャトルまで行くんだ。そこから空へ帰れ。アウド村を狙え。カラバの奴らの隙にさせるな。消えろ。消えろ。アウド村はやらせんぞ。奴らで防ぎきれるのか。手を貸してやった方がいい。消えろ。消えろ。こいつ、こいつ、こいつ。申し訳ありません。エウゴへの救援物資をスタンズに奪われました。ブライトへの手土産を失うわけにはいかない。するな、カミーユ。奪い返しに行くぞ。任せてください。タイ
消えろ。受けられるか。この辺りは道が狭いな。時間も惜しい。手分けして探そう。消えろ。向こう何かある。消えろ。こいつ。助かりました。こいつ、こいつ、消えろ。この辺りだな。修正してやる。消えろ。やはり敵が伏せていたか。物資は返してもらうぞ。僕よりずっと見込みがあるな。こいつ、こいつ、消えろ。待てよ、貴様。こいつ、消えろ。こいつ、消えろ。待てよ、貴様。消えろ。こいつ、消えろ。こいつ、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 こいつ。待てよ、貴様。こいつ、こいつ、こいつ、消えろ。よし、これで大丈夫だろう。港へ向かおう。こいつ、神指団なんだろう。ここで死ねるか。私のことを知った。知っている人がいてくれるから生きていけるんだろう。なら敵になるのやめて、私に優しくしてよ。こいつ、アドムラで回避しろ。カミーユ、ここで落とされるわけにいかない。はい、消えろ。褒めているぞ。僕は両親が殺されるのを見たんだ。そんなこと知ったってどうなるっていうの。消えろ。そういうことも何もかもフォーには知っていてもらいたいって思って。父も母も技術者なんだけどバカだったんだよ。父には愛人がいたのに、やらせるか。母は全く問題にしていなかったんだ。母は仕事の邪魔をされないのが喜びでさ、僕のことはお隣さんのファー任せだったんだ。うるさい子でね。爪を噛むな。両手をちゃんと洗え。パンツを取り替えてるかって。油断するな、カミーユ。
任せてください。タイ消えろ。消せられるか。カミーユ、もう一度だけ聞いていい？今でもカミーユって名前嫌い？好きさ、自分の名前だもの。さ、私も好き。カミーユビダ、お互いの居場所に戻りましょう。ここはあなたにはふさわしくないわ。お、こいつ本気なのか。お、しまった。自分の母艦であるはずのティターンズの輸送機へ突撃した。輸送機には打ち上げロケット用のブースターが搭載されていた。フォーはこれを使ってカミーユを宇宙へ上げようとしたのである。カミーユを宇宙に返してやる。私にはわかる。カミーユは私を宇宙に連れてってくれる。だがそれは無論裏切り行為だった。逆上したティターンズの士官がフォーに銃を向ける。カミーユ、これで宇宙へ。フォー、行け。カミーユ、フォー、そこから出てこい。僕と一緒に行くんだ。
輸送機にいるはずのフォーにカミーユは必死に呼びかける。しかしその声はもうフォーに届くことはなかった。カミーユ出るんだ。僕は一人じゃ、フォーがいなくちゃ。フォー